シラギは、ウェスティン朝鮮ホテルなどを共に、韓国を代表する、名門ホテルの一つである。1973年5月9日に創業。代表取締役社長は、サムスングループ二代目会長である、李健ンの長女の李風信ソウル特別市で、ソウルシラギホテル、チェジュ特別自治道で、チェジュシラギホテルと、国内では2カ所で、シラギホテルを運営している。 2006年からは中国で、蘇州白木ホテルの委託運営を開始。2013年からは、高級ビジネスホテル、白木ステイを展開している。また、免税店事業は、市中や空港などで、国内に6店舗、海外で5店舗展開。ホテル白木は1979年3月8日、朝鮮時代の南省営の跡地に、ソウル白木ホテルを、 全面開業した。ソウル特別品各東古寺に位置し、地上23階、地下3階のホテル棟と迎賓館、白木面税店、駐車タワーなどから構成されている。館内に、フレンチや日本食など、飲食施設が7つ、宴会場が7つ、客室数は464室である。その他、フィットネスクラブ、室内外プール、スパ、 サウナ、アーケードが用意されている。また、オープン以降、1988年のソウルオリンピック第109回 IOC ソウル総会、南北交換高級会談、2002年 FIFA フフ日韓、ワールドカップなど、大きな行事では公式ホテルに指定されている。また、世界各国の政治家や企業家、金融家、経済人をはじめ芸能界やスポーツ選手の、 VIP 御用達のホテルとなっている。ソウル白木ホテルは、日本のホテルオークラが運営する、ホテルグループ、オークラホテルズリゾーツのメンバーである。2013年1月10日から同年7月31日まで、改装工事のため休業。同年8月1日に、再オープンした。改装は、世界的デザイナーのピーター・レメディオスが担当。 インテリアは木や石など自然に優しい素材を使用し自然光を最大限に活用したソウル白木ホテルがガーナギャラリーと一緒に造成した1万2000坪の野外彫刻公園には国内外で作品活動を広げている40人の現代作家の彫刻作品70点余りが展示されているホテル内最高級韓国料理店ラオンは 韓国発のミシュラン2016から18年、ソウル版で3年連続して3つ星を獲得した。2019年、フォーブストラベルガイドのホテル部門でソウル白木ホテルが韓国発で唯一の5つ星ホテルを獲得した。ホテル白木の第1号チェーンホテルとして1990年7月、チェジュ道ソギポシにオープン。 フランスの小川フェア社外インテリアを担当、429室の客室と韓国料理を含む6つの飲食施設、8つの宴会場、室内外プールやフィットネスクラブ、グランピングキャンピングビレッジ、カジノ、スパなどが揃っている。シェジュシラギホテルのロビーとフロアのあちこちには、サルバドールダリのスペースビーナスを含む、 約404点以上の国内外の有名作家の作品が飾られている。ソウル・シラギ・ホテルと同様に、大倉ホテルズリゾーツのメンバーである。シラギステーは、ホテル・シラギがプロデュースした、プレミアムビジネスホテル。ソウル市、京気道、天安市、ウルサン市、富山市、チェジュ市など、韓国全土に11店舗を展開している。米国や中国など、 海外でのホテル展開も計画している。1986年7月2日、ソウル白毛ホテル敷地内にソウル店を開店。1989年8月、チェジュ道にチェジュ店を開店。2008年5月、インチョン国際空港にインチョン空港店を開店。この他に、金浦国際空港、チェジュ国際空港にも出店している。 2015年、現代産業開発と共同で、ソウル市内の新規免税店事業者に選ばれ、現代産業開発が開発した達山駅のアイパークモール内に、ソウル市内では2店舗目となる、白木パーク免税店がオープンした。ありがとうございます。